邪教め、民をたぶらかしおって。黄金殲滅のため我々も急ぎ北を目指さねばならんな。乱世よ、今にこの皇統の虎が貴様を喰らい平和を取り戻してくれる。長きにわたって続いた漢王朝は権力をめぐる内部抗争などが続き、 すっかり腐敗しきっていた。そんな状況を反映するかのように各地で大規模な反乱が起きる。太平道の教祖である張覚の指揮のもと朝廷に不満を抱いた民衆が立ち上がったのだ。その乱は黄色い布を目印としたことから黄巾の乱と呼ばれた。事態を重く見た朝廷は 賊が小賢しい。各軍、城外に群がる敵を蹴散らせ。我が軍は西門の敵を殲滅する。孫権軍に遅れを取るな。我が軍は東門の敵を相手とし、我らの力存分に見せつけよう。我々は南門を解放するぞ。
らも遅れを取るな。東門前の賊は蹴散らした。このまま敵本陣へ突き進め。黄金の蔵に陣を、あだなすぼんぐに霊雨の罰を。妖術で雨を降らせたとて、それが何だ。我らも打って出るぞ。敵伏兵が出現。地に眠る力よ、我ら黄金の息と共に立ち上るがいい。撃ち取った。
さすがですな。孫権の軍勢は人工将軍張良を破って黄巾族の撃退を果たした。この活躍によって孫権は後藤に英傑ありと軍友たちの間で広く知られるようになる。これに対し黄巾軍は智高将軍張方らが拠点の砦に立てこもり、討伐軍に必死の抵抗を試みる。一方で狩猟の天皇将軍張覚は総力を結集しつつあった。曹操軍は東方、孫権軍は西方より進め。義勇軍は友軍扱い、好きに進め。
さすがですな。これが太平堂の奇跡よ。風を止める術は必ずある。ひるまず進め。
なわぬか。孫権の軍勢は横行する黄巾族の撃退を果たし、拠点の砦をも陥落することに成功する。この戦いで孫権は討伐軍の実質的な主戦力となっていた。追い詰められた天候将軍張鶴は総力を結集して討伐軍に抗する。黄巾の乱を平定できるか、そして世に名乗りを上げられるかどうかはこの一戦にかかっていた。孫権の軍、怒るのだ、黄巾のこらえよ。怒りで蒼天を動かし、太平の好天を迎えるのだ。